DNA 修復、DNA 修復、DNA 修復とは、生物細胞において行われている様々な原因で発生する DNA 分子の損傷を修復するプロセスのことである。DNA 分子の損傷は、細胞の持つ遺伝情報の変化あるいは損失をもたらすだけでなく、その構造を劇的に変化させることで、そこに高度化されている。 遺伝情報の読み取りに重大な影響を与えることあり、DNA 修復は細胞が生存し続けるために必要な重要なプロセスである。生物細胞には DNA 修復を行う機構が備わっており、これらを DNA 修復機構、あるいは DNA 修復系と呼ぶ。DNA 分子の損傷は1日1細胞あたり最大50万回程度発生することが知られており、 その原因は、正常な代謝活動に伴うもの、DNA ポリメラーゼによる DNA 複製ミスと環境要因によるもの、紫外線度がある。それぞれに対応し、DNA 修復には定常的に働いているものと、環境要因などによって有機されるものがある。DNA 修復速度の細胞の加齢に伴う低下や、環境要因による DNA 分子の損傷増大により、 DNA 修復が DNA 損傷の発生に追いつかなくなると、のいずれかの運命をたどることになる。人体においては、ほとんどの細胞が細胞老化の状態に達するが、修復できない DNA の損傷が蓄積した細胞では、アポトーシスが起こる。この場合、アポトーシスは、体内の細胞が DNA の損傷により、眼下し、体全体が、 生命の危険にさらされるのを防ぐための切り札として機能している。また、細胞が老化状態に達し、DNA 修復機能の効率低下をもたらすような遺伝子発現調節の変化が起こると、結果として病気を引き起こす。細胞の DNA 修復能力は、その正常な機能の維持と、体全体の健康の維持にとって重要であり、また、 寿命に影響を及ぼすと見られる遺伝子の多くが DNA 損傷の修復と保護に関連している。なお、配偶子における DNA 修復の失敗は境内における変異の原因となっており、これらは生物における進化の速度に対し影響を与えている。DNA の損傷は細胞内における 正常な代謝の過程でも1細胞につき1日あたり5万から50万回の頻度で発生し、また様々な要因によりその発生頻度が大きく押し上げられることもある。なお、損傷とは異なるが DNA の正しい複製過程やその保持に欠かせないヌクレオチド塩基のプリンマイナスピリミジン間の適正な対合と誤った対合の間での並行は、 たかだか1万から10万倍の比率しかなく、そのままでは DNA 分子の一時配列による遺伝情報の高度化に要求される高度な忠実度には不十分である。損傷が30億個、30億個の塩基体からなる人ゲノムの0.0002%以下に収まっている間でも、癌と密接に関連する遺伝子、癌抑制遺伝子などの絵のたった一つの修復されない。 損傷より破滅的な結果をもたらすこともある。人及び深核生物においては一般に DNA は細胞内において核とミトコンドリアの二つの領域に存在する。核内に存在する DNA、核 DNA、温度は、ヒストンと呼ばれるビーズ状のタンパク質に巻きつき、染色体として知られる大規模な暖流構造を形成し、 保護された状態で存在している。どなに高度化されている遺伝情報を読み出す必要がある場合は、必要となった区間だけが解きほぐされ、読まれ、再び巻き直されて保護された状態となる。これとは、対照的にミトコンドリア内に存在する DNA、ミトコンドリア DNA、マトドナの場合、ヒストンとの複合体を形成することなく、単一あるいは複数のコピーからなる。 感情 DNA として存在している。ヒストンタンパク質によって与えられる構造的な保護を書いているため、結果としてマトドナはドナに比べてはるかに損傷を受けやすくなっている。加えて、ミトコンドリアは内部で定常的に生産されている ATP のために非常に強い酸化的環境となっており、これもマトドナをさらに損傷を受けやすいものにしている。 人の的ナは13種のタンパク質に関する遺伝情報を持っているが、これらの遺伝情報が破壊され、機能不全を起こしたミトコンドリアはアポトーシスを活性化することがある。DNA 損傷の原因は以下のように分類することができる。損傷を受けた DNA の複製により、損傷を受けた側の DNA は、この不正となった塩基の体を正式に DNA の中に導入する。 この正式に組み込まれた不正な塩基体は次の世代の細胞で固定され変化した DNA 配列として永久に保存される。この配列の変化が突然変異の原因である。DNA の損傷は DNA の二重螺旋といった二次構造よりもむしろ一次構造に影響を与えるものが多い。これらは以下のように分類される。細胞においては遺伝子として 高度化されている情報の保全性や可用性を妨げるような DNA の損傷は無視することができない。このため DNA に加えられる様々な形式の損傷に対応し失われた情報を置き換えるために修復の機構は増加し発展していった。損傷によって変化し失われた情報を修復するためには正しい情報を 損傷を受けていない版である DNA の双方差が、姉妹染色体から作り出さなければならず、これらの情報を利用しなければ修復することができない。損傷を受けた DNA は、細胞内で素早く検出することができるような形状に変化する。特定の DNA 修復に関連する分子は、損傷を受けた部位やあるいはその近くに結合し、他の分子の結合や、 複合体の形成を誘導し、修復を可能にする。関係する分子の種類と修復の機構は、以下の条件により決まる。DNA 二重螺旋の一方の鎖への損傷においては、様々な DNA 修復の機構が存在する。以下のような様式が含まれる。なお、レトロウイルスの持つ逆転写酵素には構成修復の機能がなく、これが、 レトロウイルスの極めて早い変異の原因となっている。レトロウイルスにおいて見られる表面を構成するタンパク質の構造も変異や人免疫不全ウイルスにおける高レトロウイルス剤体制獲得との関係も指摘される。分裂する細胞にとって特に重大な DNA 損傷の様式が DNA 二重螺旋の両方の鎖が切断されてしまう障害で この障害を修復する機構には2種類ある。一つは一般によく知られている相動組み換えで、もう一つは非相動末端再結合である。この修復プロセスの原因である酵素的な機構は、原数分裂中の生殖細胞における染色対抗差の原因である機構とほとんど同じである。また、文字において利用される酵素的な機構は、B 細胞において、 免疫系の抗体酸性における抗体の可変部、領域遺伝子の組み換えで、ラグタンパク質によって作られた切断点の結合に利用されている。紫外線症者などにより高度に DNA が損傷を受けると、これに対応するため、一斉に各種タンパク質の合成を始めることが知られている。この反応を SOS 応答と呼ぶ、大腸菌においては、 DNA 修復に関わる多くの酵素は、それを高度する遺伝子の上流に SOS ボックスなる配列を持ち、平時は、工場的に発現している、レクサというリプレッサーがここに結合し、転写が阻害されている。レケイが DNA 損傷に応じて生じる一本腐り、DNA に結合することで活性化すると、レクサの自己プロテアーゼ活性を更新し、 細胞内のレクサの濃度が減少し DNA 修復酵素が発現する。このようにして構成された DNA 修復酵素により行われる DNA 修復を SOS 修復と呼ぶ。なお、SOSO 等は多くの細胞に認められる反応で特に大腸菌のものがよく研究されている。SOSO 等により誘導される DNA ポリメラーゼは大腸菌では ポリメラーゼ4、ポリメラーゼ5が知られており、これらは普段複製を行っている複製ポリメラーゼと違い3-5エキソヌクレアーゼ活を持たず、また SOS 修復のために誘導される DNA 修復は通常の塩基とは立体構造の異なる損傷塩基に対して塩基を挿入する必要性から複製ポリメラーゼと比べ塩基体を形成する活性部位が緩い構造と なっており、ワトソンクリック塩基体に従わない塩基体を形成するなどということも多い。このため、SOS o 等により誘導される DNA の修復は必然的に誤りの多いものとなる。結果として、SOS o 等により環境の変化に伴いた量に発生した DNA 損傷を迅速に修復することができる。また、同時にゲノムの変異をもたらすが、これは 長期的には環境に適応した新しい変異株の発生をもたらすことで有利に働くと考えられる。紫外線症者により生じる延期に両体はネアによって修復させる。しかしネアのみでは紫外線による損傷の一つである CPD を完全に取り除くことは難しく、損傷発生から24時間経っても転写を受ける領域、受けない領域に関わらず、 ゲノムに多くの損傷が残っていることが示されている。そのため、複製や転写の途中でポリメラーゼが損傷に遭遇し、反応が完了できない事態に陥る。これは、染色体異常や細胞子、転写産物量の激減による、あらゆる代謝の異常を引き起こすため、生物にとって非常に有害である。特に紫外線損傷は、 生物が日光の下にいる以上は常に発生するため、損傷残存によるこのような危機を回避するためには、複製や転写を行う際に、紫外線損傷が DNA 上に残っていても、どうにか複製、転写を無事に完了させることが求められる。生物はこうした危機から自らを防御するため、転写に協約した修復と PRR と呼ばれる機構を持っている。前者は、 RNA ポリメラーゼが損傷に遭遇したときに、ネアが活性化されて、転写反応進行中の因たさから、速やかに損傷を除去する機構である。後者の PRR は、修復のための機構ではなく、DNA ポリメラーゼが損傷に遭遇し、複製フォークが停止したときに、通常の複製反応とは異なるいくつかの経路によって、損傷の存在する塩基の複製を、こう。 複製をひとまず完了させる機構であり、ゲノムに残存した損傷は、後から別の機構により修復される。PRR は、酵母を用いた研究で、相動組み換えにより複製を行う経路とラジアン6に依存する経路が存在することが分かっており、さらに後者は、テンプレートスイッチと呼ばれる、無傷の姉妹いさを使って、複製を行う経路と損傷の残っている。 DNA 差を異型に強行的に複製反応を進める経路があることが明らかになっている。TLS 以外の経路では損傷のない DNA 差を異型として複製を行うため本質的に無病であるが TLS は損傷 DNA を異型にして複製を進める正常、語病が生じやすく、それゆえに普段の複製時には機能しないように厳密に制御されている。 ラジアン6依存的な経路では、無ビー性の複製が行われるか、TLS による誤りがちな複製が行われるかは、ピークなの翻訳ご就職によって制御れている。ラジアン6、ラジアン18依存的に164番目のリジ人残機が、もの指キッチン化されると、TLS が行われ、その後ラジアン5依存的に、ポリ指キッチン化が行われると、テンプレートスイッチによる無ビー性複製が割れる。 TLS は、損傷塩基を異形に強行的に複製を行う機構である。これを担っている、タンパク質群には、指基鎮化に関わる酵素や DNA の滑る止め金として働くピークなどのほか、ポリメラーゼ活性を持つ酵素群がある。TLS を担うポリメラーゼは、それの発見以前に知られていた、大腸菌のポリメラーゼ123や、ポリメラーゼ α、デルタ、 イプシロンなどとは、塩基配列、構造ともに配列類似性が低く、一方で、TLS ポリメラーゼ間では、コンセンサス配列も見出せ、構造的にも相当性があった。そこで、これらのポリメラーゼはそれまでに発見されていた、ポリメラーゼとは別に、新しく Y ファミリーポリメラーゼとして分類された。TLS ポリメラーゼとして主なものは、TLS ポリメラーゼの中でも、 特にホリメラーゼイイータは詳細な解析が進んでいる。パルイータの遺伝子産物は人においては劣性の遺伝病である色素性カラガワ症のバリアント群の責任遺伝子産として同定、管理されている。XPV 患者は日光過敏症の症状を呈し、日光露光部にメラノーマや規定細胞上皮癌などの皮膚癌を生じる。また患者由来の細胞は DNA 複製が不完全となり短い DNA が多く検出される。多くの場合ポリメラーゼイータの C 末端側を大きく欠損しており、C 末端に存在する各移行シグナルを発現しておず、この場合はこの酵素が核内に移行できないことが XPV の原因であると考えられる。また、全長のパルイータの転写産物を持ち、NLS や C 末端側に存在する。 複製装置への極材に必要な 120AA を損していないパルイータを発現していることが期待される。XPV 患者もいるが、前兆の遺伝子産物を発現していても、ポリメラーゼ活性を担う N 末端側の領域に、ディリーションやポイントミューテーションが入っており、正常に損傷を乗り越えポリメラーゼとしての活性を発揮できていないことが発症の原因だと考えられる。 マウスパルイータの C 末端側を大きく結失させたマウスも作成されており、個体を使った実験では、紫外線照射によって皮膚癌を高頻度に生じるなど、XPV のモデルとして有用である。また、パルノックアウトマウスの培養細胞を使った研究では、紫外線照射後の DNA 上に変異が蓄積することもわかっている。細胞の老化とともに、 DNA の損傷の発生頻度が DNA 修復の速度を追い抜くようになり修復が追いつかずに損傷が蓄積する。結果としてタンパク質合成が減少する。細胞内のタンパク質が多くの生命維持のために消耗すると細胞自体が次第に損傷を受け、ついには死滅する。体の各器官において多くの細胞がそのような状態に達すると 器官自体の能力を弱め、そして次第に病気の症状となって現れるようになる。動物実験による研究において DNA 重複に関連する遺伝子の発現を抑制させたところ、老化が加速され、老化の初期に見られる症状が認められ、また、眼科の促進に対し鋭敏になった。また、万葉細胞を用いた研究においては、 寿命の延長と発がん性物質に対する抵抗性について DNA 修復遺伝子が関与していると考えられている DNA 損傷の頻度が増加しその修復能力を超過するようになると遺伝情報の誤りが蓄積して細胞はそれに耐えられなくなり結果として老化アポトーシスあるいは癌化する DNA 修復機構の欠損による遺伝病は早期老化 例えば、ウェルナー症候群など、や、発がん性物質に対する、感受性の増加。例えば、色素性カラガー症などを引き起こす。動物における研究でも、DNA 修復遺伝子機能発現を阻止したところ、同様の症状を示すことが知られている。他方、DNA 修復機構が強化された生物、例えば、放射線照射体制細菌、例の国家スラディオデュランス。 ダナコカスレイディオドュレンズ、最も放射線に強い細菌として、ギネスブックに際されているなどは顕著な放射線体制を有するが、これは DNA 修復酵素の修復速度が格段に速く、放射線により、有機された損傷に追いついていけることと、遺伝子のコピーを4から10個ほど持っている。例えば、デイノコカスラディオデュランスは、ゲノムを環状 DNA として、多量体となった。 染色体の形で保持していることなどによる人に関する研究において100歳以上の日本人ではミトコンドリアの遺伝子型は DNA 損傷を受けにくい型のものが一般的であることがわかっている。また、喫煙科での研究では強力な DNA 修復遺伝子、ホグ1の表現型が劣性となるような変異を持つ人の場合、肺や その他の喫煙に関係するがんに対し脆弱になっていることが知られている。この変異に関連している一延期変異だけは臨床的に検出することができる。DNA 修復機構に関与する遺伝子の欠陥はいくつかの重篤な遺伝病の原因となる。例えば、ヌクレオチド除去修復の機能不全が原因の遺伝的疾患として次のようなものがある。また、 ネア以外の DNA 修復機構の異常に起因する遺伝的疾患としては、他の DNA 修復機能の減退に伴う病気として、ファンコに貧血、遺伝的な乳がん及び直腸がんなどが知られている。DNA クロスリンク修復に関わる FA 経路上の酵素の異常がファンコに貧血の原因であり、ブリカの異常が高頻度に乳がんをもたらすことがわかっている。 慢性病の多くにおいて DNA 損傷の増加との関連が指摘されている。例えば、喫煙においては、酸化による DNA 損傷や、ある種の化合物を、心臓や肺の細胞に供給して DNA 分子への負荷を起こすなどにより、その情報を拡乱する原因となる。DNA 損傷は、現在、アテローム性動脈硬化症からアルツハイマー病までの病気において、 その原因となることが示されており、患者の脳細胞における DNA 修復能の許容量の小さいことが知られている。また、多くの病気において、ミトコンドリア DNA 損傷の関連が指摘されている。ほとんどの寿命に関する遺伝子が DNA 損傷の頻度に影響を与えている。ある遺伝子が生物の集団における寿命の変化に影響を及ぼす。 ことも知られており、イースと虫、ハエあるいはネズミなどのモデル生物における研究では変更により寿命を倍化できる単一の遺伝子が特定されている。例として、先中のエージマイナス1遺伝子における変異などが知られている。これらの遺伝子は DNA 修復以外の細胞の機能に関連していることが知られていたが、 その影響を及ぼす経路の先で以下の3つの機能の1つを仲介することが確認された。そのため一般的な様式としてほとんどの寿命に影響を与える遺伝子はその影響の下流において DNA 損傷頻度の変更に影響を与えている。カロリー制限は研究されているすべての生物、酵母などの単細胞生物からワーム、ハエ、 ネズミあるいは霊長類などの多細胞生物において寿命の延長と老化に還元する病気の減少をもたらすことが示されている。カロリー制限時に働く機構は栄養、特に炭水化物の不足があるとき、細胞の代謝活性を変更する信号を受け取る栄養に関係する多くの遺伝子と関連している。細胞は利用可能な炭水化物の減少を感知した場合、 寿命に関連する遺伝子のダフマイナス2、エージマイナス1、およびサーマイナス2、2、ほとんどの寿命に関連する遺伝子が DNA 損傷の頻度に影響するを参照を発させる。なぜ栄養の不足が細胞中での DNA 修復の増加した状態を引き起こして寿命の延長を示すことと、 進化において保存された細胞休眠の機構とに関連するのか、その理由はよくわからないが、本質的には、これらはいずれもより好ましい条件が訪れるまで、細胞が休眠状態を維持することを可能にする。休眠状態の間、細胞は新陳代謝の標準とする速度を減少させ、同時にゲノムの不安定性を減少させなければならないが、 ここに示された機構はこれらを可能にする方法の一つである。したがって、細胞の老化速度は変化しやすく、栄養の利用可能性といった環境要因も DNA 修復速度を変更させることで、これに影響を与える。DNA と結びついているヒストンでは、N マッタンの離心残機がアセチル化、脱アセチル化され、これが遺伝子発現の制御に関わっている。 ヒストンが多数アセチル化されている染色体領域は遺伝子の転写が活発に行われておりヒストンのアセチル化は遺伝子の発現を活性化させ脱アセチル化はヒストンと DNA の親和力を強め意志の発現を抑制し DNA を安定化していると考えられているこれらの反応はヒストンアセチルトランスフェラーゼハットヒストン脱アセチル化酵素イコールヒストンレアセチラーゼダックによって 触媒される。カロリー制限によって、ヒストン脱アセチル化酵素を発現させる、高老化遺伝子と呼ばれる、サーチュイン遺伝子が活性化されると言われている。DNA の損傷は、一つのヌクレオチド変化、あるいは変異を生じ、これは DNA 配列として運ばれる情報に変化をもたらす。DNA の変異と、組み換えは進化の主要な要因であり、 DNA 修復の頻度は進化の速度に影響を与えている。非常に高い DNA 修復率のもとでは変異の発生は抑制され、結果としてこれに相応する進化の原則をもたらすが、逆に高い突然変異率のもとでは進化の速度は速くなる。地質学的な年代順位の観点からは遺伝子情報を高度化する手段として拡散を利用するようになって間もない。 先カンブリア時代から発展させ始めていたことが示されている。この時代に大気中の酸素は着実に増加し始め、後のカンブリア期における光合成植物の爆発的な増加を経て、私たちのいる今日の水準に到達した。酸素の多くは微ラジカルとして存在し、反応性は高くないもののラジカルとして振る舞うほか、紫外線吸収によって冷気されより反応性が高く、 細胞や細胞間気質への障害性の高い一重抗酸となる。また、後期的な生物では、ミトコンドリアの呼吸差で ATP を生成する際、酸素から水以外にもスーパーオキシドという活性酸素が生じてしまう。このように大気中に大量に存在する酸素は、後期生物にとっては、生存に必須な分子であると同時に、本質的に毒性を持つ分子であるため、 それによる損傷を抑制し、修復する気候の発展が相当古い年代から必要とされた。こうした背景から、この気候の起源は我々の遠い先祖にまで遡り、人とマウスあるいはハエどころか、酵母のような進化的にかなり離れた種の間にも共有する高度に保存された DNA 修復機構を見ることができる。DNA 修復率は、 非感染性の病気と老化において、細胞あるいは、個体群のスケールにおける進化に決定的な役割を、果たしており、また、以下の二つの点で重要な関係を持つことが、明らかになってい変異が進化と直接関係していることから、進化と老化との関係について、新しい見方が現れた。進化の機構として、ゲノムに対しこれに適用するように柔軟性を、 与えているが、これは、ゲノムの不安定化の原因となり、また、病気あるいは老化を受けやすくするようにも見える。変異が進化の主たる駆動元となっているから、生物は、病気や老化を受けなければならないのか。これは、論争を起こす問題として今も残されており、多数の老化に関する理論を提供した。DNA 損傷としあるいは病気との関連を示す、莫大な証拠が存在する。 新しい過剰発現に関する研究に示されるように、いくつかの DNA 修復酵素の活動を増加させると、老化速度や発病の頻度は減少する可能性がある。これは結果として、老齢人口に対しより長い健康で、病気のない時間をもたらすような、人間の介入手段をもたらすかもしれない。しかしながら、DNA 修復酵素の過剰発現がすべて有益で、 あるとは限りらない。いくつかの DNA 修復酵素は健全な DNA に新たな突然変異をもたらす場合がある。これらの誤りにより、基質特異性の減少を引き起こすことがある。化学療法や放射線療法などの手法は、細胞の持つ DNA 修復能力をはるかに超える損傷をもたらし、結果として細胞の死をもたらす。癌細胞のように急速に分裂を進める。 細胞においては、これらの影響を優先的に受けることになる。しかし、副作用として骨髄の幹細胞のような肝細胞ではないが、急速に分裂を進める細胞に対して影響が及ぶため、現代の肝治療では、影響を肝に関わる組織に留めるために、DNA 損傷を局所に限定しようと試みている。DNA 修復の治療における利用に関連して続けられている。 破損している領域に対して最も正確な特異性を示す DNA 修復酵素の特定に向けた挑戦はその過剰発言による DNA 修復機構の増強へとつがるだろう一旦適切な修復因子が特定できればそれらを細胞内に導く適切な方法の選択が実行可能な病気と老化に対する治療法を編み出すために次の段階として必要となる 細胞状態の変化に基づいて生産する、タンパク質の量を変化させることのできるような、優れた遺伝子の開発は、DNA 修復増大による治療の効果を強めるだろう。遺伝子修復、あるいは遺伝子修正においては、複合的な内因性の DNA 修復機構とは異なり、病気の原因となる染色体の変異を正確にして修復するような形式の遺伝子治療を、 対象とする。それは、オリゴヌクレオチドによる、部位特異的突然変異法、オリゴヌクレオチド指定変異法などの技術を使用して、血管のある DNA 配列を希望される配列に置き換えることによって行われる。修復を必要とするような遺伝子の変異は通常、遺伝するが、いくつかの場合、例えばガンなどにおいて、このような置き換えを後天的に誘導をあるいは、 獲得させることが可能である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。